ペッペとポケを殴ります。ジャンク、ジャンクのファイヤー、あ、ファイヤー、ファイヤー、あ、泣いてはる。マオイママのベッドの横に、お布団です。お布団の横に寝ちゃって、なでなで要求しちゃって、ずっと撫でてたよ。あ、帰ってきた。あ、ポンちゃん、ポンちゃん、おはよう。帰りよ、帰りよ、おはよう。ポンちゃんはずっと隣の縁側で、縁側、縁側、ひなたぼっこだったね。縁側があるうちじゃないけどね。ポンちゃん、朝方にガラッと開けて出てたのね。みんな、みんなおはよう。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 うん。さあ、今日はね、歌の生配信をやるので、さっさと飯食って風呂入っちゃわなきゃ。はい、そして喉の調子を整えないと、ここんとこ喉やばいっす。あの、シューっていうやつもやったの？やってるんだけどね。やってるの？うん。でもずっとあっちに使い置いてあるの？あ、シュってシューってやつね。シュってやつはやってるよ。シューっていうやつは、まあお風呂入るから風呂上がりでシューみたいなもんだなとは思うんだけど。うん、雨降ってるね。雨降ってる？うん。やっぱりか。そしてこれから明日に向けて台風だそうですよ。え、そうなの？そうだよ。朝だけさ、雨マークになってて、朝6時。まあ、台風の雨は明日みたいだけどね。尻尾が、尻尾が。なってたからね。ちゃんとデータ放送によってはさ、朝じゃなくて、9時ぐらい。6時ぐらいだと、なんかお昼近いのとかだけど、台風接近中です、気をつけてくださいって言ってたよ。そうなんだ、データ放送で見ただけだから、音で聞いてないかな。曇りって書いてあったから。さあ、ご飯食べましょう。はい、今日は生配信で歌を歌っていっぱい、結構いっぱい歌ったんだよね。2時間以上にわたって歌ってしまいました。喉の調子はちょっとガラガラしているのに頑張りました。ごまかしました。ということで、喉飴。痛みの出てるときはよく染みて効いた感じ出ます。鼻も通ります。そうだよね。この開け方しちゃっていいのかな。ここお届け物、後ほど。爪とぎ、猫の爪とぎ、よかったね。はい、ポンちゃんまた来たぞ。なんかおもちゃもいっぱい入ってる。そうですか、ポンちゃん。おもちゃもいっぱい入ってるよ。はい、エビ。そしてこれはなんかわからないけど、カタツムリ。あ、カタツムリなの。そしてこれ、名は、あの、歯磨きなんとかになるやつ。そして、そしてネズミっぽい感じの雪玉。違うよ、眉だよ。雪玉、あちゃん、眉玉って書いてあるよ。眉玉だ。もうこ、ひらがなも読めない。そう、あの本物の眉のさ、
あれで作られてるやつ、うん、ナチュラルのやつ。はい。で、そしてありがとう。ありがたい。ございます。ポンちゃんが必ず出てきます。チェック、ポンちゃんチェック。おもちゃも開けてあげようか。ビニールからせめて出してあげようか。ポンちゃん、このカタツムリ面白いね。ハッサミ。チョキチョキ。うん、はいはい。面白い。ほら、カタツムリさんだよ。はい。はい。どうもありがとうございます。後ほど遊んでるところも出せるかと思います。明日か明後日とかなるかもしれません。はい。こんちゃん、完成だそうです。ほら、すごいよこれ。何ですかこれ。はい。じゃんくん、こんな感じです。こんな感じです。アーチ型です。ポンちゃん見てよ。ポンちゃんセットする前にちょっと研ぎました。これポンちゃんの研ぎ跡。ポンちゃん。じゃあ後でまた詰めといてね。これほらポンちゃん。ほらほらほら。もっと長くする。ジャン君と遊んでもらえるね。いいね。ずいぶん食いつくの。そうだね。ジャン君がポイちゃんを。ピンクでニョロニョロしてるのが好きか。ジャン君は穏やか。このぐらい早い方がいいんだっけ、ジャン君。見えてない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ使わせてもらいます。変わった爪研ぎの仕方だけど。ポンちゃん、音ですか？いってらっしゃい。なんか誰か入ったような跡もありますけど。